2020年3月14日のダイヤ改正をもって常磐線はめでたく全線復旧を果たしました。私もその初日、特急列車の1番便日立3号に乗って上野仙台間を全部乗り通したのですが、しかし一番肝心な福島県双葉郡に位置する3つの駅についてはほとんどよく見ることはできませんでした。そこでそのダイヤ改正から2日後、東京9時53分発の特急日立7号に乗り込みました。日立7号には多分上野発仙台行きの私がこの間乗ったのと同じ編成、要するに2日前に一番列車として活躍した車両がそのまま使われていたようで、座席のポケットのところには JR 東日本からの復旧を祝う配布物がそのまま入っていました。この間のダイヤ改正で私は持って帰るのを忘れてしまったので、ちょうどよかったですね。一番列車で持って帰るのを忘れていたんですけども、まだ一部の座席には残っていて、ちょうど私の座席にも入っていたので、運転再開のこの新聞を私は家へ持って帰ることにしました。列車は最速達、これが一番早い東京いわき間の列車で、所要時間はわずか2時間と2分だか7分だそうです。上野水戸間は所要時間わずか65分。2日前と同様、葛西駅の目の前には運行終了した651系の姿がありました。この間のダイヤ改正まで途中の富岡止まりとして運行していた車両です。常磐線が全線運転を再開したので、仙台側の車両が使われることにもなったから、もう必要がなくなったのでした。それから進んで、今中曽の席があったとかなかったとか言われているようなエリアの脇を通過、福島県いわき市に入りました。大事に家に持って帰り、記念のコレクションとしておきます。この列車はいわき止まりです。私の目的地、大野は常磐線の特急が全て停車する駅ですが、しかし1日に特急は3往復だけなので、ここから先は普通列車にさらに1時間乗ります。途中 J ビリッジ駅を通りました。サッカーの練習場がある駅ですが、この間までは臨時駅ということでしたけれど、今回のダイヤ改正で日常的に設置される、何て言うんでしたっけ、忘れました、一般の駅に格上げされたそうです。そして列車はもうそろそろ途中大野駅に停車します。この大野で私は降りることにしました。双葉で降りるか大野で降りるか迷いましたが、今回は大野で降りることにしたのです。当駅は福島第一原子力発電所の最寄り駅となっています。いやー、ついに降り立ちましたよ。開通誠におめでとうございます。本日は2020年の3月の16日常磐線の全線開通から3日目です。2日ぶりにまたやってきました。ここは福島県の大熊町 JR 東日本常磐線の大野駅です。こちらにあの双葉駅というのがありますが、双葉という地名は多分皆さんも、ね、すごいご存知なんじゃないかと思います。あの震災の時にもうあの、ね、多分まあ結構年齢層の低い方もこの動画見てらっしゃると思うんで、あのもしかしたら覚えがない方もいるかもしれませんけども、当時は、ね、毎日のようにテレビで言ってましたよ。福島県双葉町、それからこの大野駅があります大熊町、まあ、大熊町というのは、大野という、町、村かな、大野村の大と、それから隣に熊町っていうところがなんかあったらしいんですけど、その熊を取って、合併して大熊町なんですが、大熊町の中心駅大野駅と、それからお隣は、双葉町の中心駅双葉、まあ、この2つにまたがってですね、福島第一原子力発電所が、建設をされました。現在は廃炉に向けた作業中ということになっています。そしてここは、3月の5日までは帰還困難区域に指定されておりまして、一般の人は立ち入ることはもう全くできないという場所でありました。皆さんご存知のように2011年の3月の11日に福島第一原子力発電所の事故が発生しまして、それから1年後に、この大熊町はね、町の人口、町のなんかもう人が住むようなところの、94% だったか 96% だったかは、もう立ち入りが、完全に禁止で、残りの、6% だか 4% だかのわずかなところも、宿泊はできず、もう手続き許可を得た上で、来なければ、それでやっと入れるようなところ、まあ、要するに、震災が終わってですね、1年後の時点では、この町にはもうほとんど誰も立ち入ることができないという状態で、町ごと全部どこかあの会津若松とかね、あのそういうところへ全部移動してしまっていたような状態になっていました。その震災から長きにわたって運行不能の状態にありました常磐線が2日前から全線で運行を再開しております。東北地方を支える日本の柱の一つになりました。早咲きの桜がお祝いしてくれております。しかしこの大野駅は確か、まあ、元々ねスーパー日立号が全列車停車をする駅だったんですが、こうやって見ている限りはどうも無人駅のようですね。いや無人駅じゃないか、あそこに教場駅舎があるから
あるから多分大丈夫でしょう。もともとはね、駅舎がどっちだったのかな、こっちだと思いますけど、多分原発側の方が正面出口なんじゃないかと思うんですが、うん、やっぱりね、改札ってものは特にないみたいですよ。一応あそこにスイカの改札機があるから、東京からもここまでスイカで来られるんですね。その代わり乗車券も途中下車前途無効ということで、私舞浜からの乗車券で来てるんですが、ずっとここまでの間途中下車できないってのも辛いですけどね、ともかく、まあ、割と綺麗な感じ。それから放射線量の、今ここへ来ている量がここにこうちゃんと出ております。福島県の公共的な施設ではだいたいこういうものがありますね。この 0.3 マイクロシーベルトパーアワーというのがどれぐらいの放射線量なのか計算してみます。 0.3 かける、24時間で1日あたりかける365日、これで、2628マイクロ、シーベルトが年間に、まあ、被曝すると、現状のこれが続けば、ね、まあ、それぐらいなわけですけれども、これを、1000で割ればいいんだな。1000で割ると 2.628 ミリシーベルトとなります。原発事故の前の放射線量の基準、被曝の基準では年間に1ミリシーベルト以下にすることが好ましいということになっていました。だからここにずっと1年間滞在し続けると、その1ミリシーベルトの基準については超えるということになるんですけども、本日この辺で普通にうろうろする限りにおいては全くもって問題ないということになっています。また、震災の前にも、1年間あたりきちんとした、計測を続ける、放射線などの関係の仕事に従事する人の被曝の年間の許容量が20ミリシーベルトとなっていたことなどと考えると、まあ、年間の2ミリシーベルト、3ミリシーベルトぐらいの被曝であれば、全くもってやはり問題ないと。だから仮にここに1年間いたとしても、健康の被害を受けることは、まあ、まず持ってないと。まあ、私は、専門知識がありませんので、保証はできませんが、まあ、しかし、それがまず持って問題ないということが確認されているからこそ、この大野でも普通に人が仕事をするようになっているわけです。これが駅の時刻表ですが、まあ、それなりに列車の本数があるなという印象です。ちょっと日中時間帯は少ないですけども、朝晩はやはり通勤通学の需要も担うというためか、割とそれなりに本数が多くなっており、特急日立号が東京との間を1日に3往復します。こちらには列車の現在地を示すドコトレっていうのかな、そんな便利な機能もあります。当分列車はやってくる予定はないようです。それから緑の窓口は設置されていませんし、駅員さんも、まあ、とりあえずいないようなんですが、この呼び出しというボタンを押すと、東京かどっかにあるんでしょうね、中央のセンターと通信して緑の窓口と同じようなことをすることができるようになっているそうです。駅舎の外に出てきましたが、大野駅のプラットフォームは震災の前と変わっていません。まあ、上の部分はちょっと綺麗にしたようですけれども、下の基礎の部分は石造りそのままです。もともとこの駅は線路が2本敷いてあり、列車の交換が可能な停車場として使われていましたけれど、現在こちら側には線路が敷いてありません。このようなコンクリート敷きになっています。これは万が一のことがあったとき、常磐線のこの区間では帰還困難区域という、列車の運行以外にはもうほとんど人が立ち入れないような場所があるので、そういったところから脱出することができなくなる、まあ、そのための、JR が自分で用意した道路的な使い方をするんだそうです。あそこにいるバスは浜通り交通の大型バス。あれが何をしているバスなのか私にはちょっと分かりませんが、防犯警戒中って書いてあるな。運転手さんが防犯警戒をしてるってことなのかな、仕事のついでに。多分そうでしょうね。さすがにちょっとダメだ、読めなかったけど、観光バスだと思うんですが、わからんな。浜通り交通というバス会社はこの辺りを担当している福島県の沿岸部のバス会社でありまして、常磐線の全線復旧の前は竜田とかね、それから四倉とかその辺から、富岡もしくは、原の町方面まで、列車の代行のバスを運行する、そういった役割も担っていました。ところで今回私はあえて何も食べ物飲み物など用意せずやってきたのですが、まあこれはあらかじめ分かっていたことではあるんですけれども、駅舎の外へ早速向かってきましたけれど、ただいまお話もしましたように常磐線のこのほど復旧した区間沿線についてはもうほとんどが帰還困難区域となっています。なんかの報道でね、点と線だけを除線したっていう表現がありましたけれど、まさにその除線の、表現がね適切。もうこの大野駅の周辺とそれからここをアクセスする、ごく一部の道路を除いてこの駅からどこかへ向かうということは現状ほとんどできないようになっています。一般人がここへ立ち入ることについては全く問題はありません。もう一度今から大野駅の方に戻ってみようと思います。この辺りのどこへ立ち入れるのか、どこは立ち入ってはいけないのかを分かりやすく示した地図があります。この地図が大変便利、参考になるわけですが、色のついていないところには立ち入ることができません。そして常磐線にこのように
完全に線、常磐線にだけ沿うように黄色い線になっていますが、これはつまり常磐線のところだけ高い放射線量を低める除染という作業をしましたので、ここは入れるようになった。要するに列車は運行しても大丈夫ということです。それから大野駅についても、もともと高かった放射線量を下げるようなことをしましたので、立ち入ることができるようになっています。しかしその周辺には立ち入ることはできません。除染の作業がなされておらず、立ち入ると良くない人体に影響をきたす恐れがあると考えられているからです。この赤いラインについても最近立ち入りが緩和されることになりました。この大野駅へアクセスするための道路ですが、ここを通ってもっとこう避難指示が解除されている地域まで行くことができるようになっています。大熊町の役場はここにあって、もう現在ではこの辺りは除染が終わっているのか、放射線量問題がないことが確認されているのか、入ることができるということです。そしてこちら、これも最近、立ち入り規制緩和区域というふうに指定されたようですけれど、もともとつい最近まで避難指示が出ているところでした。で、立ち入り禁止だったらしいんですが、最近は、立ち入りはできるようになりました。しかしやはり、避難指示は出ていると。で、ここに住んだりとかするような場所ではないということですね。大野駅の跨線橋からは絶えずダンプカーが行き交う姿を見ることができます。まあ、何をしているのかは多分いろいろあると思いますが、一つには汚染された土壌などを運搬して運び出す、その除染に従事しているものもあるだろうし、それから福島第一原子力発電所の廃炉作業に向けて何か運んでいるという車もあるだろうと思います。ちょっと今ダンプカーが少なめですね。さっきはもっとビュン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 いっぱい来てたんですけど、まあ今もたくさんダンプカーが映ってたと思いますが、もっと頻繁に来ているということです。もう本当にダンプばっかりですからね、ここは。いつ来てもそうなんですが、この光景はまだまだ当分変わらないだろうと思います。大野駅東口の風景です。まあ、よくよく考えたら、あの原発側に役場があるんじゃなくて、役場は原発は反対に山側だったので、多分正面玄関はこれとは反対の西口だったんだろうと思います。まあ、そちら側にももちろん後で向かいますが、まずはこの先、ここからですね、まっすぐ、多分こっちでいいのかな、こっちじゃないかな、向こう、ここ行った先に多分右行くのかな、そういった先、3キロほどのところ、多分歩いて40分ぐらいで普通に歩ければ着くと思うんですが、福島第一原発があります。もちろん立ち入ることはできませんが、駅前にはこんな立派な公園もあります。結構大きな公園ですよ。よく整備されていたようです。震災から9年、それからずっと保存、整備何もされていませんので、ちょっと今では色あせてしまっているようですが、ここに原子力発電所ができる前、ここ大熊町やお隣の双葉町、そしてさらにもう一つお隣の浪江町など、どれも随分貧しい状態にあったようです。しかし原発がここにできたことによって、まず原発からの固定資産税収入、さらにはそこにたくさんの都会の人がやってきて、みんな原発で働き、そして地元で消費をしますから、そこでの経済効果、さらには2000年代に入ってからは電源散布を交付金といって、まあ、端的に言えば、そういう危険なものをそこに建てますのでと、国からの迷惑料が払われまして、それによって結構財政は豊かになったそうです。この大野駅については知らないんですが、お隣の双葉については私が調べたところでは、原発の工事が始まってから急行列車が止まるようになったそうです。そして現在では特急日立号の停車駅となっており、大野、双葉、浪江はすべて現在特急日立のすべてが停車します。大熊町のお土産として町を代表する銘菓として、原子力モナカというものがあったそうです。現在はもう作るのはやめるとお店の方が、おっしゃっており、現在そのお店も大熊からいわき市に移ったそうなんですが、この町のシンボルはやはり間違いなく原子力発電所でありました。もう原発によってこの町は本当にすごい変わったというかね、大きな、お金を得て、そして、人々も豊かな暮らしを手に入れたんじゃなかったかなと思います。町のシンボルとして活躍していた原発ですけれども、別にこの町に電力を供給していたわけではありませんでした。先ほどもお話ししましたように、東京電力福島第一原子力発電所ですから、ここの地元には電気は供給せず、全部東京方面に送っていたわけです。この福島県を管轄をするのは東北電力となっています。じゃあなぜここに作るのか、要するに東京の電気がもう足りないので、どこか遠方で電気を作らなければならない。そしてじゃあ福島県で電気を作ってもらいましょう。原発はもしかしたら危ないかもしれません。そのために経済的恩恵だけでは不足するかもしれないから、多額の迷惑料を払います。お金を払いますから、文句はもうこれ以上は言わないでくださいねと、交付されたお金、そして私たちはそこから送られてきた電気を使い、豊かな暮らしをさせていただいておりました。さて今度こちらは西口です。駅を出るとこのようにボロボロにぶっ壊れてしまったお家があります。このようなものは割とこの辺では普通に見られます。
それをよく考えれば当たり前です。駅を出てこの目の前のところは除染が終わっておりますから普通に立ち入ることができるんですが、このフェンスといいますか柵の向こう、そもそもこの向こうは帰還困難区域なわけですから、当然立ち入ることもできないわけですし、お家を直すということもできません。何か食べたいなとちょっと思ってはいるんですけども、ずいぶんお腹が減ってきました。しかしまあそれは絶対にできないでしょうね。ほんの数日前にようやく駅に、数日前、1週間ぐらい前かな、立ち入ることができるようになった、そんなばっかりですので、なんかここでお腹が減ったからって食事出してくれるそんな場所はないでしょうね。多分ちょっと歩けばコンビニとかあるかもしれませんが、要するにこういう看板も基本的に震災の前のものがずっと残っているということです。駅を出発してもうほとんど道のすべてがこのように閉じられておりますので、自分が行く先は実質もう一つしか道筋は用意されていないようです。ただね、なんかこんな感じになってすごく物寂しそうに見えますけれど、結構人はたくさん歩いてますよ。まあ、やっぱり多分あそこで駅が復旧したんでみんな見に来ようっていう人たちが、車でもたくさん訪れている、いるようだし、列車からはさっきそれなりの数の人が降りてきました。みんながどこへ行ったのかはちょっとわかりません。多分今の常磐線の復旧ブームが落ち着くとこの辺りから人気は一時的に消えるんじゃないかと思うんですけど、まあしかしそれもしょうがないことで、駅しかありませんからね。駅以外はもうこのように全部閉じてますんで、ここへ来る用事がないですから、人気がなくなるのも当たり前です。またこのように、ここから左は一応道はあるんですけれども、帰還困難区域に指定されておりまして、専用の通行証を持った人だけが作業のために立ち入ることができるようになっています。だから警備の方も立っています。ちなみに帰還困難区域といいますのは、震災が発生してから1年間の間に、降り注いだ放射線量が、50ミリシーベルト、それを超えたようなところは全部それに指定されるんだそうです。まあ、50ミリシーベルトということは、最低でもさっきのあの駅の、放射線量の、約22倍とか20倍とか、まあ、それぐらいになるのかなと思います。大きな交差点に出ましたけれど、すごい数のダンプカーです。すごい。何台も後ろに連なります。この道を、この画面左側の道へ進むことも右側の道へ進むことも一般の人は許されていません。私は左側に進むことができるそうです。この先にツルハードラックの看板がありました。もしかしたら食べ物が手に入るかもしれません。駅からまあ大体10分ちょっと歩いてきましたけども、この辺まで来ますと放射線量は 0.56、 大体ね、さっきは6だったんで 0.631 って書いてありますね。駅の大体2倍ぐらいですか。まあ、こういうところ多分除染作業はしたと思うんですけど、これはもう全くやってないと思うんで、そういうようなところが入り乱れていて、で放射線量を受ければもちろんそこからまた新たに放射線が放たれるわけですから、それなりに濃度が高くなるのも納得です。またあそこを通っているダンプカー、まあ、全部ね向こうへ行くやつは何かあのたくさん土を積んでるんですけども、あの土はまあそれなりにこういうところに飛散してきますし、多分あの土は除染をする対象の土だと思います。要するに多分ある程度汚染されてるんじゃないかと思うんですね。ちょっと実際わかりませんけど、そうじゃないかもしれないですけど、もしかしたら除染をするその土はねちゃんとなんかこう包んで、外へ飛散しないようにとかするかもしれないですから、それはわかんないんだけども、もし汚染されてるんだとしたらば、これはそれが多少ここに飛散するから線量が上がるというのもまた納得できることですよね。またこういう表記も初めて見ましたね。これ道路の案内ですが、こっちへ行くとこういう道路、こっちへ行くとこうですよと書いてあるのはいいんですけど、なんか地名が全く書いてないっていうのは何か理由があるんでしょうか。たまたまかな。また人の気配がないといってもこれだけ人がたくさん車で移動してますんで、何かしらの商店があるに違いないと思ったんです。特にコンビニみたいなのがあるんじゃないかと思ったんですけど、ダメだ、ツルハドラックもねあそこにあって、あれは帰還困難区域の中ですね。とてもじゃないが立ち入れそうにありません。だからやってないはずですと思ったけどね、駅から歩いて15分も全く他のところへ行けるような選択肢がないから、とりあえず行けるような道をずっと1本辿ってきたんですが、ここから先でいくつか道が分かれていますね。そしてツルハードラックもしかしたら利用できるかもしれないぞ。いやそんな甘い話じゃなかった。普通に帰還困難区域でしたよ。多分そうです。だからここだけ柵が設けられてませんけどね。それにここが仮に帰還困難区域じゃなかったとしても、まあ、この辺とかになんか柵がないようなところもあるんですが、仮にそうじゃなかったとしても避難指示が出ているようなところで商店が営業しているわけはないか。
はい、結局分かりました。私さっきまでね、何を目指してたかっていうと、実はこういう看板があって大熊町役場って書いてあったんで、あ、役場の方に行けばさすがになんかいろいろあるに違いないと思う、役場を目指していたんですが、実際ね、役場の目の前まで行けたんですけども、ほんの目の前のところでここから先は通行証が必要ですとなっていて、要するに役場自体も帰還困難区域に入っていたから今は使われていないってことだったんですよね。この信号のあたりまでは行けたんですけども、結局ここのこの役場の建物が見えるけども近づけないという状態。もう大野駅からもね、こうやって移動したんですよ。この道が帰還困難区域のもう真ん中に入っていて通れないということだったから、このような移動の仕方になりました。で、大熊町の役場って あれでも帰ってきたってニュース見たよなと思ったらね、ずいぶん離れたところにありまして、まあ、これ今コンビニの位置を示して、どっかなんか この辺りかなんかすごいもう大野駅からめちゃくちゃ離れているようなところに今役場があるそうです。大野駅から最寄りのコンビニはこの山崎ショップか、もしくはもう原発の中ですよね。原発の中の今作業員の方が使っているらしいこのコンビニ、まあこれはもちろん私は利用できないわけですけども、もうそのこんな感じでね、ちょっともう分かったんですが、とてもじゃないんですけども、この大野駅から駅を出てなんか歩いて何かしに行くことができるような場所では現状なさそうです。少なくとも駅の周りに関してはなんか山登ってるとかね、そういう感覚とも全く変わりません。トイレもないし、もちろん民間の人の営みももう大野駅以外にはもう何も今のところ私が見てきた限りではありませんでした。まあ、別にそれがだからそういうのがダメだっていうことではありませんよ。全くそうじゃないんですけど、ただそういう事実だということだけは皆さんにちゃんとお伝えしておきたいですね。ただね、常磐線の特急の復活一番列車で大熊駅、大野駅に着いた時にタクシーが来ているのが見えました。だから電話すれば来てくれるはずです。ドア設備が故障している、または相手の通信機器の電源が入っていないか故障していると思われます。現在おかけになった地域です。なんかネットワーク設備が故障しているとか、なんか相手の電源が入ってないみたいなこと言われて電話もかけてみたんですけど、タクシー会社の電話通じませんでした。でも あるはずだけどな、タクシーは別の会社にかけます。024032-2501はご利用いただけない状態です。なんかね、ここの市街局番は0240なんですけど、そもそも市街局番そのものが全部使えない状態になってるみたいで、違う局番を、案内されました。0240ではなく、0246というところにかければいいらしいんですけど、すいません、配車をお願いしたいんですが、はい、私今常磐線 の大野駅からですね、ちょっとこの辺を歩いて回っているんですけれども、ダメだ、私が電話したタクシーの営業所なんで、いわき市内の営業所なんで、ちょっとここまでは来られないって言われました。それはそうですよね、タクシーも存在しないってことかな。役場の方も親切に教えてくださってよく分かったんですけど、大熊町には今タクシーがないそうで、一つ隣町の、富岡に電話すればタクシーが来てくれると。そんな遠くから来てくれるのかどうかちょっと分かんないんですが、まあ聞くだけ聞いてみましょう。お、なんだなんだ、なんかいるぞ。あれは公共交通機関だな。富岡と大熊の間を結んでるやつだ。あれを使えば富岡に出られるかもしれないな。結局ね、ちょうど今すれ違いましたけど、あれに乗って富岡まで行こうかなとか考えたんですが、もうやめておとなしく、あ、生活循環バスって書いてあるね、おとなしくすることにしました。実際にね、食べ物も飲み物も持ってないという状態で来てみてよく分かったんですけど、身に染みてよく分かりましたけど、ここにはまだ人の営みというものはもう全くないんですね。そんなの調べれば分かったことだろうと思うかもしれないけど、もう2時間ぐらい駅の周りを歩いて回りましたが、本当にここでお金があったら買えるものって言ったら JR の乗車券だけじゃないですかね。ここの駅から少なくとも半径2キロぐらいのところでは。おそらく私はもうちょっと前のことだったと思ったんですが、大熊町の役場がここへ町へ戻ってきたのもわずか10ヶ月前のことで、まあ、それより前は会津若松の方に町ごと避難していたわけですし、そう考えるとまあ何もなくて当たり前ですよね。まずね、そんな中、いち早く、もちろん国や県とも協力はしましたけれど、しかし線路上の除染は JR も自力でやったということですね。それ自力でやってね、そして鉄道を一昨日から運行させている JR はすごいですよね。本当大したもんだと思いますよ。こんな何にもないようなところにいち早く建てて、別にこれをつなぐということは JR 東日本が絶対にしなければならないということではなかったはずです。で、 JR は民間企業なんだから、もうやりたくなければやらないで、話を済ませてしまうことだってできたと思います。
でまたやるにしてももうちょっと後回しにするということだって十分できたはずです。でもこんだけ立派なものを作って、何年か前でしたけどね、安倍首相が常磐線は、必ず通すという宣言をして、 JR 東日本もそれに合わせてバチッと完成させてきてくれました。結局もう一回この地図を見てみましたけど、大野駅の周りが全部帰還困難区域になっていて、ほんのこのごくわずかの限られた線の上だけをたどることができるようになっています。そして、私が行ったのはこの赤い線にたどって、ここから、この立ち入り規制緩和区域、この間まで帰還困難区域だったんですかね、その境界のこの辺まで行きました。でここで、緩和区域が終わっていまして、役場がここにあり、ここは引き続き帰還困難区域となっています。で今の役場はここにあるから、もう2時間、まあ1時間半ぐらいですかね、うろうろしてこの辺しか回れなかったので、ちょっとねこれは役場まで行くっていう感じじゃないな。ここはもしかしたら人が住んでいたりするのかもしれません。まあなんかこう、これは田んぼかな、多分住宅地とかもところどころあるかもしれませんけども、ちょっとどうなっているかはわからない。タクシーももう隣の富岡から呼ばなきゃいけないっていうんで結構離れてますしね、呼んだら来てくれたかもしれないけれど、富岡町のタクシーの電話番号もちょっとネットで調べてもよくわからなかったし、遠くから呼びつけるのも悪いと思って結局それはやめることにしました。あとはね、大野駅の西側の駐車場のところ、こんなプレハブの建物が建ってますけども、見ると、線量計貸し出しステーションとあります。これはね、ここへ来た、あの、大熊町への来訪者がここへ立ち寄ると、4時までに返却をするという約束で、放射線量を測定してくれる、ま、要は測りを貸してくれるわけです。私は別にいいやと思ってね、あの、そのまんま行きましたけれども、それを持っていけば、どこか、ね、ホットスポットとか、局所的に、例えば極端に高いところ、まあ、そういうのはちゃんと除染してるはずですね、ないはずですけども、もしそういうのがあったとしても、ちゃんと分かるようになっています。常磐線がつながるってのは本当にすごいことだし、またそのつながる、その本当に最後の最後までかかったところ、大変だったところは、今なお鉄道が真っ先に井の一番にやってくるようになったということであって、この辺の復興が十分進んだから、じゃあ次は鉄道の番だというような状態ではないということを、今回の映像を通じて皆さんにもよく分かっていただいたと思います。いや、もうお腹が減ってね、あ、減ったなと思ってたんですけども、あの、カバンを捜索したら大回り乗車の時に買ったあのポールアップグミが出てきて、よかったよかった。でも綺麗なトイレに備えてくれてるから洗えますんで、これを食べてしのぎましょう。あ、美味しいわ。それであれから40分50分ほど経ちまして、特急の仙台行きの時間が近づいてきましたので、ホームにも上がってきました。まあ、最後にこの大野離れる前にですね、一応もう一度お話ししておこうかなと思うんですけども、この周りに並んでいる建物いっぱいありますが、もうここの大野駅とそれからこの裏にある、今誰もいないようですけど、駐在所ぐらいですからね、人が利用できるのは。あとあそこのプレハブの建物以外の建物はもう要するに汚染されてしまって、今住むことができない。まあその除染は洗い流せば住む程度のものなのかもしれないし、もしかしたら全部一度壊して、そして下の土地も全部もう一回土を運び出して、そしてもう一度ここに町を完全に作り直すということをしなければならないぐらいになっているのかもしれないし、それはちょっと私はまだその程度については知りませんけど、これはもう大変なことですよ。町が一個今ここで一つ要は消滅してしまったっていうことですからね。しかもあの町は残っているのに、そこに住むことはできないんだから、今言ったように一度全部壊して町をもう一度作り直さなきゃいけないかもしれないわけです。悲惨なことだと思うんですが、ただね、今回のこれを見ててとてもまあ今までの経験と照らし合わせて思うのはね、こういうのはね、何もね、今回福島でこういう事故が起こりましたので、このようなことが浮き彫りになってますけども、別にね、こういう悲惨な状況はここだけで起こってるってことはないと思うんですよ。実際にはもう日本中でこういうことが起こってるはずですよ。日本の地方の至るところでもう過疎化が進行しておりまして、もう行くたびにね、街が寂しくなって、この間までやっていたお店が閉まったり、やっていた大きな、会社、大会社の資本がね、閉店したり、もう大都市からもデパートが今日もなんか閉店したでしょ。百貨店がどんどん全国からなくなったりとかしてるじゃないですか。で、そういうようにもうこうどん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 地方が、目に見えて衰退していく中で、お金はどんどん支出が増える一方で、人は集まらない、なんとかしてお金を集めなきゃいけないっていうんで、いろんな自治体が頑張って、でその中の一つの選択肢が原子力発電所だったんだと思うんですよね。こ
ここはまだその原発が危険だとか言われる前も結構福島第一原子力発電所ってあの原発の歴史の中でも確か古い方のはずなんで、まあ、そんな危険性とかがあの取り沙汰されるとかいう前にそもそも、原発は夢のエネルギーだというような言われ方をしていた時代にあの作られたらしいから、ちょっとまだできた時のあの感覚とは今のとはちょっと違うのかもしれないですけれども、まあ、しかしね、多分どんな人だってそうだと思うんですけど、自分の地元に原発があるのとないのとどっちがいいかって言ったら、作らずに済むんだったら作りたくはないと思うんですよ。でも、もうここはね、原発ができる前、福島県の中でも、もう一、二を争うぐらいにあのお金がなく、産業も、あまり栄えていなかった、そういうところだったそうでして、もう冬の時期になれば、ここから産業は全てなくなってしまうから、みんな冬の仕事を探すために、一旦冬の時期、ここを離れて、どこか別のところで、出稼ぎをすると、そういった場所だったそうです。でここに原発ができてですね、人がたくさん住んで、冬の時期にも、原発関連の仕事があって、出稼ぎなんかしないで、一年中ここにいることができるようになったし、それから東京電力のね、科学技術にすごいあの詳しいような人たちが町の至る所に現れて、町の知識レベルも、水準も上がったとか、そういうふうな話もあるそうです。でそして何より、莫大なお金が原発を通じて送られてきたので、この町も豊かに暮らすことができていたということだったのでした。全国の自治体見てもらうと分かりますけど、本当にもうどこもお金も人もないですからね。ふるさと納税ですか、もうあれもね、もう見てて悲しくなりますよ、本当に。北海道とかああいうところ行って、特にイベントなんかがあるとね、よく町長さんとかそういう町の偉い人がハッピーとか来て、でふるさと納税のパンフレットどうぞお願いしますとかこう配ってるわけですよ。それを見ると豪華な景品がそこにはずらずらこう並んでて、であの要するに自分の地元に払う税金を代わりに、地方のその、自治体に納めると、そこからこう豪華な商品がもらえるんだから、うちに、こういうのあげるからうちにあのお金を送ってくださいって、そうやってもう超豪華なね、こんな豪華なものもらえるのかってぐらいに異常な豪華な商品とか送ってくれるわけですよ。でそれは要するにもうそこまでしてすごいお金をかけて、税金をこう、都会からこう取ってくるということをしてるわけですけども、もうそれもね、またあの中央の、国の、顔色を伺いながら、全然自分の地元に対して興味もなく、ただ商品だけ欲しいようなね、人に対してこうパンフレット見せて、でそれであのそういう人にもうその自治体のことなんか、多分そのパンフレット見てくる人の大多数は多分何とも思ってないだろうと思うんですけど、そういうところにね、あの頑張ってアピールして、でそして、お金集めて何とかしようって、そのふるさと納税のやつとか見てると本当かわいそうっていうか、あの地方は大変だなって思って見てるんです。別にふるさと納税するなとは言わないんですけど、そういう光景とか、それからもう駅の外へ出てもなんかこうお家がもう全部こう潰れててね、昔はここに人が住んでただろうなみたいな、あのそういうのが見られる北海道の、地方のね無人駅とか、そういうところでもそうですけど、そういう寂しいような光景が、まあ、いっぱい全国にあります。でここは原発があったからそういう風な状態にはなってなかったんですけども、ところがまあその代わりにこんな風な状態に今なってしまったんですよね。まあ、原発っていうのはなんかこう一つの大博打みたいなものだったんじゃないかなと思うんですけど、要はここでの平穏な暮らしと、穏やかな人間関係と、それからあとは何ですか、まあ、毎日やってくる列車と、つつがない日常ですよ。そういったものをね全部ベットして、そしてまあ大博打を打って、それに勝ち続ければすごく豊かな生活、将来への心配がない、一大産業、地元のそれこそもう お土産物ね、お菓子のね、表面にこう書かれるような、原子力のありがたい恩恵を受け続けることができるし、まあ、大体の場合原発は安全だから大丈夫なんですけども、でも万が一の想定外の事態が起こった時には、それら全て平穏な暮らしを全部諦めなければいけないという大きな賭けをやって、そして大熊町とか、浪江双葉とかそこら辺のところは、まあ、大熊町が、ね、あの原発をあの誘致したのはあの大熊町、誘致というかあの原発が実際に存在するのは、大熊とそれから双葉なんですけども、そして残念ながらその賭けに負けちゃったんじゃないかなと思うんですよね。それは運が悪かったんですよ。ここで震災が起こって想定外の津波が起こったっていうんで、運が悪かっただけだから本当にかわいそうなことなんですけど、でも結局そういうことなんですよね。だからそのどうしようもない事態を脱却するために原発というものを作って、でそれで何事もなく済めばよかったけれど、何事もなく済まなかったっていうのがこの今の現状だと思いますが、要は何事もなく済まなかったけれども、でもそうじゃなくてもじゃあ何もしなくてよかったのかっていうとね、人も全然いなくてお金もなくて、その状態はやっぱり何とかしなきゃいけないわけですよ。
だから結局どんな自治体もこういう風なことには今なってないかもしれないけれど、それでもなんとかして打開しなければいけないとんでもない苦境を日本中でみんなが今追ってるんだと。そういうのはね、東京に住んでるとあんまりよくわかんないかもしれませんけど、しかしもうどんな地方でも行けばもう人がいなくて街に活気がなくて、なんとかしてお金を手に入れなきゃいけないという苦境がもうひしひしと伝わってきます。だからどんなところも今原発を作ってそれが事故を起こして放射線の被害に遭いでいるという状態にはなっていないかもしれないけれど、しかしああいったものを作ってリスクを負って一か八かの賭けに打って出て、もしかしたら負けるかもしれない、そういうリスクを背負わないとやっていけないかもしれないという状態に今全国が差し迫っているということをこの大熊町の車窓はなんか教えてくれるような気がしますね。しかしそんな中にも今とんでもない状態になっているところにも、かっこいい東京からやってきた10両編成の特急が毎日3回も走ると、こんな素晴らしい状況になったこともしっかりお伝えできているとはいいかと思います。お、この間は見えなかったんですけど、あの赤いクレーンは原子力発電所の廃炉作業のやつですかね。もう一回見えるかな、もう見えないか、これぐらい近いところを通っております。多分なんですけど、電源三宝の交付金、原発を作ってくれたんで、作らせてくれたんで、その代わりにお支払いしますというお金は自治体単位で支払われるはずですから、この辺の自治体が細切れになっているのもよくわかります。つまりさっきのところは、大熊町、この次の常磐線の駅は、また双葉町という別の自治体で、双葉のまた次はなんか駅があったかもしれません、いやないですよね、確かなかったと思う。その次はもうまた浪江町と、福島県いわき市が大きく合併しているのに対して、この辺りの自治体は割と昔からの調整がずっと敷かれ続けています。東海村なんかもそうですよね、特急列車まで止まるのに未だに村ですから。今日はもうちょっと時間があったら双葉駅にも降りてみたかったんですが、ここも帰還困難区域になってるのかな、ちょっとどうなのかわからないんですけど、柵の内側なのか、車が動いているのがいればわかるんですが、いやどうも見た感じ壊れたものがあまりにもたくさんあるというだけで、帰還困難区域というわけではないのかな、ちょっとこれだけでは見てもわからないというのが正直なところですが、でもね、さっきの大野とは違って、双葉は駅のすぐ脇にも双葉町の施設があって、そこにこの間人がいてこっちへ手を振ってくれたりしていましたから、多分ここは大熊よりはまだ状況が落ち着いてるんだろうなと思います。駅前にも人の歩いているのが見えます。いや今日自分で歩いてみてよく分かりましたけどね、開業初日に大野とか双葉とかたくさん人がいてこっちを出迎えてくれましたけど、あれ本当にすごいことだったな。だってあんな場所で初日の映像皆さんも多分ほとんどご覧いただいたと思うんですけど、あんなに人が集まってみんなで喜んでるんだから、あの喜びはもう相当のものでしょうね。復興はまだ道半ばというのはもうよく何度も皆さんと確認したと思いますが、しかし一方で確かに進んでいる、ものすごい勢いでトラックは行ったり来たりしているし、鉄道も毎日通るようになりました。ただね、先ほどお話ししたように全国の自治体が一体どうやってこの先存続していこうかという苦境に立たされているところですから、これから先まず全て町をもう一度作り直して、空っぽになった町でもう一度人を呼び直して、そこには今まで支えてくれた原発はないわけです。どうなるのかちょっと私にはわからないし、多分誰にもわからないと思いますけれど、しかし少なくとも全力で応援したいと思います。列車は浪江駅に到着しました。この浪江はおそらく私の目論見が間違っていなければ、それなりに普通に人の営みが見られるはずです。浪江もこれもね、ニュースで散々言ってた名前ですよね。南相馬、浪江、双葉、それから大熊、あと富岡もニュースで聞いたかな。昔スーパー日立が走ってた頃はね、
あの辺の常磐線の駅になんでこんなポツポツ止まるんだろうなとか思った記憶はあるんですけど、まあ、もちろんこの辺の町の代表駅だからっていう理由もありますが、それの後はやっぱり原発への出張の方の需要を鑑みて停車していたっていう理由もあったでしょうね。昔ながらの跨線橋は改装工事をしつつ残されています。今日は素晴らしい晴天です。サフィール踊り子みたいですね。上に天窓がつきましたよ。浪江駅は、まずタクシー乗り場があるっていう時点でもさっきより安心感がありますし、確か駅員さんもいたと思うんですよね。お腹が減りましたんで、さすがにグミだけではね、焼きそばを食べに来ましたよ、浪江には。なんか浪江も随分良くなりましたね。車も復興の関連の車だけじゃなくて街の人の車が普通に走ってるように見えるし、信号機とかなんか駅前の様子も随分前と比べたら良くなったんじゃないですか。前はなんかゴーストタウンみたいな印象を受けた記憶があるんですけど、あれ浪江だったよな。ほな新築っぽいアパート、マンションみたいなのも建ってるし、カーテンが下がってて人が住んでるんでしょうね、多分たくさん。食堂街ってのもありますよ。飲食店街か。やってるかな今こんな中途半端な時間で。さすがにやってないか。前の店の看板が残ってるって感じだな。でも一応そこに並んでるけど、ちょっとなんか私が行こうと思ってたやつとはちょっと違いそうだな。これはラウンジっていうのは最近知った言葉ですけど、航空会社のやつは違うそうです。でもやっぱり駅前はちょっと寂しいものです。ここに置いてある新聞はさすがに今日のやつだから、ここは誰かが来てるってことなんですね。これは別にじゃあ廃墟とかではないんだと思うんですけど、水槽があるんですが、これはこういうものでいいのかな。あのメダカがねいるんですけど、これ生きてるメダカがこの中にいるんですがね、ただ白メダカがいるんだけど、こういう非常に劣悪そうな環境の中にメダカが身を置いてるんですよね。お魚好きとしては気になりますが、この藻とかを食べて生きてられるんでしょうか。まあ、水槽は2つあるようで、奥の方は比較的綺麗みたいだけど、まあ、誰か来るんだろうな、なんとかしてあげたいけど、それは私には手に負いませんからね。なになに、浪江肉食堂ってのがあんな。昼の部は終わっちゃって夜の部は予約制だけど、でもやっぱりこういうのがオープンしたっていうだけでもいいニュースです。ダメ、ちょっと寒すぎるんで一旦また戻ってきました。あれ普通列車の原の町行き、あれのと原の町に行っちゃいます。今日はちょっと原町までは行きません。17時25分の特急品川駅まではまだあと1時間ありますね。もうちょっと外を見て回ろう。というわけで、あのタクシーでね、ちょっと移動してきたんですが、駅から1m500円、これだ。役場のすぐ裏ですよ。浪江は大きな太いうどんみたいな焼きそばが有名です。食べたことないんですけど、すごい食べたかったんですよねこれ。本当に太いですね。おお。では先に肉ともやしを炒めるそうですが、もうすでにいい匂いがしてきます。それからこれが浪江焼きそばの肝だと思いますけど、この極太麺、これを麺の方が炒めるのは後でいいんですね。やっぱりその点は普通の焼きそばと作り方が一緒みたいですけれど、しかし太い浪江の焼きそばは基本的に全部これで、給食でもこういう風にスタイルで出てくるそうで、浪江の人がよそへ行って焼きそばを食べると、なんで麺がこんなに細いんだとびっくりしたなんていう話も聞いたことがあります。どんどん色がこんがりいい色になってきた。この量で持ち帰り600円って言うんだからすごい安いよな。今ねちょっと取材の関係で特別な対応をしていただいているんで、ちょっと営業時間よりも早く、営業は今してない状態なんですが作ってもらって、実はそうなんですけど、これ混む時は結構混むんだろうな。あそこにああいう風に書いてありますもんね。こんなにいっぱいあって600円なら安いですね。ありがとうございます。時間が短くて唐突な説明で申し訳ないんですけど、こんな感じの町並みマルシェというところがありまして、浪江町の復興のために
作られ運営されているところです。もっと本当はいろいろあるんですけどね、駅から1キロほど離れてますが、そう遠くはありません。タクシーを待ってくれてるな。これはあとは浪江の町役場です。町役場のすぐ脇にこのようにあります。今ね、焼きそばの方に伺ったんですけども、今、浪江の人口は、1000人まで戻ってきているということです。昔より随分人が戻ってきましたねって私も言ったんですが、ただ、まだその震災の前の10分の1程度だそうです。駅までは徒歩で15分、タクシーなら一瞬です。タクシーの運転手さんも私の動画見てくれるそうです。この辺の話もしましたが、やっぱり、ね、タクシーの運転手さんとか、そういう地元の方と話を聞くっていうのはね、すごく地元の現状を理解するのにいいなと思うんですが、私は随分活気が戻ったなっていう印象だったんですけど、震災直後が500人、で、現在は1000人ちょっとっていうことだから、まだまだ道はやっぱり長いのかもしれないですね。でもね、運転手さんもおっしゃってましたよ。これで随分便利になりました。その一言はやっぱり地元の人のそういう一言ほど重いものはありません。さて、日立号の切符はもう買ったんで、グリーンで帰ろうと思ったけどね、もう常磐線の開通の喜びをこう祝うような乗客が多いもんですから、グリーン車もう満員になって、グリーン車から売り切れてるみたいなんで、普通車で買ったんですけどね、冷めないうちに早く。美味しくいただきましたよ。もうシャキシャキしてるのに火はしっかり通っているもやしと、それからもうぶっといけれども味がしっかり染み込んでいる、うどんみたいな焼きそばと、あとチャーシューみたいな、肉厚の、豚肉ね、もうどれも美味しかったですね。あれ600円は安い、うわ美味しい美味しいなって全部食べちゃったわけです。とても美味しかったんですが、うっかりしてたんですけども、浪江のね焼きそばの特徴はこの一味唐辛子をかけて食べることで、これはさらにあそこ特注なんだそうでして、ニンニク入りの一味唐辛子だ。これをかけて食べる、美味しすぎてね忘れて全部食べた後でああと思って気づい、もうしょうがありません。終わってしまったものは仕方ないので、また来た時にちゃんとかけて食べようと思いますが、まあ、浪江もねまだまだ道半ばなんだろうと思いますが、一方でこちらの方はもう普通に観光して、あちこちブラブラ歩く準備が整いつつあるのかなという気もしております。福島県浜通りの観光の際にですね、ぜひ皆さんも私の動画、また今後浜通りの動画出すと思いますから、見ていただきまして、またネット上にもいろいろ情報が出てると思いますので、そういうのを確認していただければと思います。ちなみに、タクシー屋さんがですね、今5時で終わりなんだそうですね。だからちょっとそれはあれだよなと思ってたので、さっきタクシーの運転手さんから伺ったんですけど、ただ今度の4月からかな、もうちょっと営業時間が延びるという話でしたから、それも皆さんに情報をお伝えしておきます。特急列車は品川行きの出発時間が近づくにつれ、駅に人も増えてきました。地元の方の利用ばっかりですよ。さっきはマニアの人もいたんですけど、みんなどっか行っちゃいましたね。まあ、ともかく美味しいものを食べてブラッと帰るって普通の観光もねできるということをきちんと皆さんにお伝えしておかないといけません。まあ、まだまだ街は寂しいところがたくさん目立ちますが、ちゃんと調べて探していけば大丈夫。でも富岡と、浪江は多分両方とも大丈夫だと思うんですが、双葉はどうなんだろうな。双葉はまだ行ってませんのでわかんないですけども、大熊はちょっと訪れるには、注意が必要かもしれないですね。まあ、放射線量のことももちろん、注意するに越したことはないですし、それから多分車であそこはやっぱり回った方がいいのかなと、ちょっとそんな印象を受けました。足とかね、それからタクシーだけとかではちょっと全部回りきるというか追いつかないようなところがある気がします。しかし浪江発東京行きの特急直行のやつだね、直通の特急で、乗車券常磐線経由で買える、もうこれだけでなんかすごい新鮮な気分ですね。これがもう今後の当たり前になるんだなと思うと、すごいいい気持ち、すがすがしいんですが実はねここさっきからずっとそうなんですけど、実はこの辺思いのほか寒いんですよね。普通に東北ですから、福島県の福島市よりも北の方までもう来てるんですかね。昨日一昨日東北新幹線に乗った時、もう山の向こう側もうすごい雪まみれになってましたよ。もうそういうところなんで、こっち側は雪はあんまり降らないみたいですけど、戦争が終わった後にもはや戦後ではないなんていう言葉が経済白書で使われたことがあったそうですけど、まあ、それになぞらえて言うなら未だ被災地とでも呼ぶべきこの地域ですが、それでも鉄道は毎日ちゃんと走るようになりました。今日お会いした全ての方にともかく列車が走るようになって本当におめでとうございますと、全員に声をかけしたんですが、皆さんも心から喜んでくださいました。
だんだんこういうものが少しずつ戻っていって、そして最後には元通りの姿になる、まあ、どんな時期にだってね、どんなものにだって復旧するからにはそういう時期があるわけでして、まだ木枯らしのような寒さの北風に吹きつけるこの双葉郡ですが、この常磐特急が春一番の役割を果たしてくれることを期待します。この列車は特急日立26号品川行き、次は双葉に停車いたします。やっぱりね、あそこからこの上野まで、あそこへ昔列車で行くのがいかに大変だったかって知ってるから言えるんですけど、特急一本でまた行けるようになったっていうのは、これはもう感動的なことですよ。もう本当はここでこれ以上挨拶とかね、上野駅についてとかするつもりなかったんですけど、やっぱちょっと感想述べたくなっちゃったな。これはね、これはこれ一つの立派な復興だと思いますわ。復興とかそういうのを始めるにあたって、人がまともにアクセスできるようにならなきゃいけませんので、これからですからね、まずは復興の第一段階がこの通り、つながなく、立派に、終わりました、そういうご報告で最後終わらせていただこうと思います。まだまだこれから良くなると思いますからね、皆さんも、期待していきましょう。どうもありがとうございました。